今日はですね、前回卵ライスっていうかね、オムライスをくれたあのおばちゃん、もうあの人の優しさがですね、なんか今でも忘れられなくてですね、帰る前にね、どうしてもなんかね、なんかあんな美味しいオムライスを、心に残るオムライスをもらったらなんかお返ししたくてね、キッチン用品とか売ってるお店に来てるんですよ。で、皆さんにね、なんかこうお返しするのになんかないですかってこうライブの方でね、ちょっと投げかけたら、エプロンとかがいいんじゃないのっていう風に教えてもらえて、エプロンいいなと思ってね、ちょっとねエプロンを買いに来ました。エプロンとかってね、意外とね、どこに売ってんだろうってね、探すとないんだよね。これが欲しいっていうものに限ってなくて、このお店もですね、なんかね売ってるかどうかがまだはっきり分かんないんですけども、もしね売ってなかったら、あそこがですねキッチン用品なんかが売ってるお店なので、まあオムライスのお店だから、なんかねフライ返しとかそういうのでもいいのかななんて思ってね、来ておりますけど、まずはねちょっとねエプロンがあるかどうかね、ちょっと見ていきたいと思います。ちょっと微妙だな、なんかクオリティが、してもこれ腰に巻く用のエプロンだしな、なんかこれもちょっと微妙だな。もうちょっとなんかな、おしゃれなやつないのかな。ちょっと微妙ですね。真っ白のエプロンなんだもん、しかもこの帽子、帽子はいらねえよな、なんか給食のおばちゃんみたいになっちゃうなこれだと。はい、ちょっとね思ったようなものがなかったので、ちょっとお隣のですねキッチン用品屋さんに行きたいと思います。なんか大きな鍋とか、ムー型の鍋とかで、ここもなんか俺が思ってたようなキッチン用品がなさそうだな。なんか俺が思ってたキッチン用品屋さんとは違って、本当にちょっとプロ志向のお店っぽいですね。ここはこの辺もなんかロティ作るやつみたいなやつだもんな。さすがにこんなの買えないしね。はい、ということでちょっとね全然思ったものがなかったですね。はい、ということでね、セントラルフェスティバルまで参りました。セントラルフェスティバルですね、なんかねエプロンが売ってるって聞いたんで来てみましたけども、店員さんみんなわかんねえって言うんだよね。もしもし、もしもし、もしかしたらこの中にエプロンがあるかもしれない。ちょっと行ってみましょう。ちょっと店員さんがいるんで聞いてみましょう。ワンカップ、ニーミーマイカマイミーラ売り切れだってほんとねえな。なんかほんとパッとした店がねえよな。お、無地セントラルフェスティバルにあるんだ。わ、ちょっとねちょっと無地を見てみましょう。無地にはありそうだ。なんかねここにはあるだろうと思ったらね、ないんだよエプロンが。なんか売り切れなんだって。ここにはあってもらいたかったな。はい、ということでね、結局プレゼントを探してて、まあ、一緒にですね今です、今日ですね、まあ、彼女さんと一緒に何がいいかっていうことでね、いろいろ相談してたんですけども、まずねエプロンをあげるっていうことに対しては、エプロンはやっぱり人のサイズがあるからあんま良くないと。で、じゃあ花束はどうだって言ったら、おめえ私に花束くれたことないくせに何そんな知らないおばちゃんに花束渡そうとしてんだって、ちょっとねなんかちょっと逆に激励に触れてしまいまして、そういうお礼するときはフルーツとかお菓子とか、そういうの方がいいよっていうふうに言われたんで、今日はねこちらの彼女に連れてきてもらいました。こちらのね、ブラウニーがここ有名らしいんですけども、2万ヘミンのソイ12ですね、2万ヘミンのソイ12にありまして、ここのねブラウニーが美味しいよっていうことを教えてくれて、このブラウニーをね揚げるのがいいんじゃないかっていうことで、ブラウニーを買いに来ました。はい、ということでブラウニーを買っておばちゃんにね届けたいなと思いますけども、おいフォントクロ、おお、また雨が降ってきちゃいました。あ、ウェイティングな、メイビーフォントクロ、ゆゆゆゆ、多分これはまたねちょっとスコールになる予感で、ね、あ、おお降ってきた降ってきた、ほらほらほら降ってきたよ、すごい一瞬にしてね大雨です。ああ
こんとくな。はい、これがね東南アジアの雨ですよ。急にね降ってきます。しかもすごいもう土砂降りになってきた。はい、じゃあちょっとねちょうどよかった、中で待たせてもらいましょう。雨に始まり雨で終わるというこのストーリー。おー、なるほどね。あ、こういったねいろんなねブラウニーがあるんですね。あ、いいですね、こういうチョコレートブラウニーとかこういうお菓子だったらもらってもねあんまり苦にならないのかなというところで。あー、いろんなブラウニーがあるんで、じゃあ2つぐらいねなんか買っていきましょうか。ブラウニーをね買うことにしました。これでねやっぱりおやつの方がいいみたいですね。すごい雨だな今ね。外すごい雨が降ってますけども、雨が降ったのがでもあの日以来なんですよ。あのおばちゃんと僕をつなぐのはなんか雨だなっていう感じがして、なんか運命的でいいですよね。雨でつながる出会いっていうのがねなんか運命的でいいですよね。過ごしてしまいました。もうぶち切れて帰っちゃいました。まあもうぷいって言ってもどっか行っちゃいました。はい、はい、わがまま、わがまま、はい、はい、わがまま出ました。プラマイしたらマイナスだよ、ほんとに。ラーメンまで降ってきて清掃リース。はい、乱毛のね屋台街に着きました。ここはねこの間おばちゃんと出会った場所でございます。さあ行きましょうか。はい、ブラウニーね。さあいるかな、ぐんちゃん。あ、いるな。サワディーチャオ。I come here for thank you な。カヌン。カヌン。チャイカヌン。マイマイ。ああ。I have to say thank you な。金ブラウニー大枚か。大か。ああ。Thank you so much。チャイ。コップがマックマックか。She very kind for me. ああ、チャイディー。うん、チャイディーマン。チャイ。タクちゃんやばい。コップマン。コップンか。コップンかな。I cannot forget this taste นะไม่เห็นเขามาถ่ายไงเราก็เลยบอกว่าคนต่างชาติเนาะเผื่อเขาอยากจะแบบว่าให้เขาเราไม่รู้เขาอยู่ไทยนานแค่ไหนแล้วเราไม่รู้แล้วก็เผื่อเขามองแล้วเขาอาจจะสงสัยว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เขาชิมไม่รู้หรอกว่าเขากินอะไรได้บ้างแต่ว่าญี่ปุ่นกินเต้าหู้
เราก็เลยทำไข่เจียวหมูสับใส่เต้าหู้อ่อนใส่ต้นหอมให้เขาไม่กล้าใส่อะไรเยอะเลยกลัวเขากินไม่ได้กินได้ทุกอย่างขอบคุณมากมากนะใช่ไหมใช่ค่ะสวยมากเลยอ่ะแบบสวยมากใช่ใช่อ่ะI will come back sure นะ next time no ไม่ได้มาบ่อยได้เลยได้หมดขอบคุณครับค่ะ thank you นะชินชิงค่ะขอบคุณมากค่ะ see you next time ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายバイバーイ。はい、ということでなんかね喜んでくれてよかったです、まあ、本当になんかこう思い出の残るねお店がまたできたんでね、こういう風にねチェンマイは人と人がつながっていく場所だと思います。僕もねちょっと感動してまだ涙が出そうですけど、思い出すとね、うん、本当にねこうやって人と人ってのはつながっていくんだなと思いました。おやばい、また雨が降りそうだあ、じゃあもう雨降ったらオムレツ食うかまた。はい、ということでね、ありがとうございます。これ間違いなく雨降るな。あ、人と人とはつながるんだけど、どうしても心がつながらない方が いらっしゃいます。ってますね。うん。